はじめまして、福岡教育大学の宇島です。今回は第12回日本ロービジョン学会学術総会のご案内をさせていただきます。ロービジョンと言いますのは、眼鏡などで矯正してもなお見えにくい状態で、読書ですとか歩行ですとか、そういった社会生活で困難を感じている状態のことを指します。日本ロービジョン学会は、そのロービジョンについて研究する日本で唯一の学術団体です。今回12回の大会を6月3、4、5と開催いたします。場所は北九州国際会議場、小倉駅のすぐそばです。今回の日本ロービジョン学会は、今生きる、今学ぶというテーマを掲げております。今まさに生きておられるロービジョンの方々のために、私たち研究者、あるいは医療職、教育職、福祉職、その他さまざまの、関わる専門スタッフが何を学んでいかなければならないのか、そういったことを皆さんと一緒に深めていけたらと思っております。レクチャーセッションでは、光学の基礎から弱視レンズの応用まで、内容を取り扱います。その他に診療報酬問題ですとか、障害者の等級認定に関する、セミナーやシンポジウム、また、海外の教育制度や医療制度などに関しての、セッションを2つ用意しております。その他一般講演、あるいはポスター発表など、どんどん受け付けておりますので、お寄せいただけたらと思います。また機器展示、書籍展示も行っておりますので、お越しください。6月5日の最終日には、鎌田実氏を招いての九州ロービジョンフォーラムとの共同企画で、講演会を予定しております。ぜひお越しいただいて、ロービジョンのことについて3日間学んで、一緒に学びましょう。よろしくお願いします。高橋です。事務局長をやっております。皆さんどうぞ参加してください。楽しいですよ、ロービジョンケアは。北九州視覚特別支援学校の吉松です。6月に行われます、ロービジョン学会、ぜひ多くの方に参加していただきたいと思います。北九州の地で、ロービジョンの医療福祉教育の実践を勉強することができると思いますので、皆さんの参加をお待ちしています。実行委員をしております、大島眼科実行委員の山田と申します。北九州で開かれる素晴らしい学会です。目の不自由な方たちの幸せを願う学会です。どうぞご参加ください。よろしくお願いします。北九州視覚特別支援学校の立石です。北九州市立介護実習普及センターの武田です。北九州市身体障害者福祉協会の森です。北九州であるロービジョン学会です。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。運営事務局をさせていただきます、株式会社アクシスの神田と申します。私ども一生懸命サポートさせていただきますので、皆さんぜひご参加ください。よろしくお願いします。